ケビン・ケリーは、ワイヤード氏の総監編集長で、全地球レビュー氏氏の元編集者兼出版責任者を務める。作家、写真家、環境保護活動家でもあり、アジアやデジタル文化を探求。1952年8月14日、ペンシルベニア州生まれのケリーは、ニュージャージー州、ウェストフィールド、ハイスクールを1970年に卒業。父は、 タイム氏の管理職でシステム解析に詳しかったことから、ケリーは子供時代にサイバネティクスに関心を抱く。ロードアイランド州立大学で自学を学び一年で中退。ケリーにはアジアを長期にわたりバックパッカーとして旅をした経験がある。カトリック教徒の家庭に育つが中東を訪れたことからキリスト教から改修、後に信者として申請した。住まいは サンフランシスコ近郊の海沿いの町パシフィカである生科学者の妻ジアミンファンとの間に子供が3人、子供は4人欲しかったという個人的な課題として地球上の全生物種をデータベース化する取り組みリンネ計画の支援と自身のゲノム解析の完成と並行してミートアップ活動を続けるクアンテファイドセルフグループを共同主催する 出版会に携わるきっかけは、ジョージア州アトランタ在住時代の1980年により、コイブルーシオンクオータリーにフリーランスとして執筆を始めたことである。また、疫学研究所に就職して、生計を支えるから、駆け出し編集長として、ウォーキングジャーナル誌を主催。全地球カタログ創刊者。 スチュアートブランドに見出されて同志に職を得るのは1983年であり、同志ほか、ホールアースレビュー並びに、シグナル氏の編集に参加、またブランドの仮想共同体構想を得るの具体化を支える。1984年にはポイント財団代表として初の国際ハッカーカンファレンスを共催した。ケリーは、ワイヤード氏のルイスロゼットに招かれて、 同志編集士官に就任した1992年から全地球カタログで培った人工知能型の社会観を導入すると、それまでの経歴で育てた編集工程のネットワークを活用しつつ、ウェル氏のライターや編集者を引き抜く。1999年に編集士官の座を譲り、現在はシニアマーベリックとして同志に関わっている。長年この雑誌の編集者だったという立場も手伝い、 サイバーカルチャーの担い手、おめつけ役と位置づけられる。寄稿した主要出版物は、新聞のニューヨークタイムズとエコノミスト、雑誌のタイム、サイエンス、ハーパーズマガジン、ベニアマガジン、GQ、エスクイアヤがある。単行本、アウトオブコントロール、ザニューバイオロジー・オブ・マシーンズ、ソーシャル・システムズ、アンド・ザ・エコノミック・ワールドでは、複雑な組織の機構を考察し、 主現代科学及び現代哲学の複数の分野が同じ方向性を共有するという主張を述べた。知性は集約されず、むしろ単純で細かな構成要素がハチノス構造に集積するという。この視点から眺める官僚機構や人工知能コンピュータ、さらに人の脳へと考察を展開する。創設に関わった NGO には、オールスピーシーズファンデーションがあるほか 未来学の専門家として、スティーブン・スピルバーグ監督作品、マイノリティリポートを監修する。講演中のケビン・ケリー以下、突起する場合を除き英語のサイト。ケイ・ケリーの個人サイト寄稿先、支援先のサイト講演集、ケビン・ケリーの著作、インターネットアーカイブ内のオープンライブラリー。ありがとうございます。